はい、ユデックスです。このチャンネルはですね、多肉専門チャンネルということですね、アガベとかディキア、サボテン、また最近ではアロエをね、スポット当てていろいろとね、紹介をさせていただいてるんですが、今回はアロエにスポット当てて、動画を撮っていきたいと思っています。はい、早速何が起こったのと思ってるかと思うんですけども、サムネにねありました、ここで問題、何が変わったでしょうってことですが、もうね今回これがテーマになっています。もうね皆さん今何が変わったか分かりますかね。まあ、ねちょっとねここではまだ、答えは言いませんが、今回ねこの動画はですね、アロエのある変化に、スポットを当てて、この動画を、皆さんにねお知らせをしていきたいと思っています。僕ユデックスはですね、この後ろにねご覧のように簡易温室ハウスの前ですね、日本語がおかしいですね、はい、室内に簡易温室をわざわざ建てて植物をね、冬越し、栽培しています。で、今回アロエもね同じようにこの簡易温室の中で育てているんですが、ある変化が起きたんです。で、今回この変化に、注目をしていただきたいと思っています。なのでまず1ポイント目は何が変化したっていうところをね、まず皆さんにお知らせしていきます。で、その変化の答えの後、まだ動画は止めないでください。まだ見ててください。この変化がわかると、アロエの栽培もすごく簡単になります。なので、動画最後までご覧ください。はい、もう一回おさらいです。1ポイント目は何が変化したのっていうのと、2ポイント目、この変化がわかれば、あなたもね、アロエの栽培が簡単になります。なので最後まで動画ご覧ください。はい。じゃあね、もう早速何が変化したっていうところをね、皆さんにね、お見せしていきたいと思います。こちらですね。アロエの、まずね、品種がカメロニという品種になります。見ていただけるとわかると思うんですけども、株がね、緑色していると思います。はい。ただ、もう一ポイント。この、葉先ですね。ちょっとね、赤っぽいなっていうのがわかりますかね。このあたりですね。はい。葉先のこのあたり。はい。で、ここがね、まず第一ポイントです。このね、何が変化したっていうのはね、もうね、もう皆さんもうわかってると思いますが、色が変化することです。はい。もう、全く色が異なるっていうのはね、もう、アロエの特有の、このね、面白さであり、アロエの魅力の一つです。で、これ本当に2ヶ月前までは色がですね、真っ赤だったんですよ。この真っ赤だったのに、このね、今皆さん見ていただいている通り、色が緑色に変化したということなんですけど、この、じゃあ変化したのは理由は何ですかっていうところなんですけども、はい、ここでポイントなのが2ポイントあります。はい、まず1ポイント目が気温ですね。今ですね、もう2月なんですが、朝方は0度近くなります。で、お昼でも10度切ってる状態です。で、この環境の中で色が変化したっていうことなんですけども、気温で変化するっていうのはですね、アロエとか、まあ、多肉植物でよく言いますが、ストレスという言い方はね、しますね。このストレスってどういうことなのかって言いますと、まあね、この多肉植物、まあ、アロエもそうですが、熱帯地域にね、育っている植物になります。南アフリカ南部からですね、こうマダガスカルとか、日本のね、気候に比べると暖かい地域にいます。なので、真冬でもね、すごくね、しっかりと25度以上あるという地域にある植物がほとんどです。なので、日本みたいに真冬で0度近くなる、ね、時には、氷点下になる地域があるこの日本っていうのはですね、アロエにとってはすごく寒いですね。で、自分の身を守るためと、あとですね、成長を自分で止めるっていうのを含めて、株をですね、こうストレスと言いますか、こう変化させて、抑揚体ですね、この抑揚体の部分を、あえて色を変えて、自分でね、この成長をストップさせてるわけです。はい。なので、この気温が変化して、色が変化するっていうことはですね、もうアロエにとって生きる上ですごく重要ですし、これはですね、すごくアロエを栽培するにあたってすごくヒントになっています。ここからはこの動画の2ポイント目ですが、このじゃあ変化したらね、なんで栽培が簡単になるのかっていうところなんですけども、あくまでここからはね、僕の試験なんですけども、
まあ、植物を育てる上でもう初心者の方からね、クロートの方までプロの方までやはりね、変化するっていうところがねものすごく重要だと思います。サボテンとかはですね、特にもう10年とかね長い時間をかけて作り込んでいく多肉植物ですが、アロエはもうたった1ヶ月2ヶ月でこのようにですね色が大きく変化します。なのでこのね色の変化とか株をね、観察するより変化するっていうところはですねすごく栽培において重要なポイントになっています。で、何が簡単かっていうですね、先ほども言ったようにこれが紫になったり真っ赤になったりとか色が変化するっていうことはですね、自分がこの植物アロエを置いてある環境が今どういう状態なのかっていうのをねすぐに見て判断することができるんです。これがなかなかねサボテンとかアガベとかですねなかなかこれはですね、見ただけではですねこう分からなくて1ヶ月2ヶ月経って1月2月になって急に株が調子悪くなっちゃったりするんですけど、アロエに関してはこのようにですね、まあ、品種によっては色が変化するっていうのがすごく、栽培において分かりやすいヒントになってるんですね。なのでこのね自分が室内で育てたりお外で育てたり、冬越しをするにあたってですね、お外で管理する方も多いと思うんですけども、だんだんね色が変化してきたらストレスが溜まって成長を止まったっていう合図でもあるので、その時にはじゃあ水のさ、ね水やりを頻度を下げよう、1ヶ月断水しようとか、水やりのペースを少し減らしていこうっていうね、目安にもなるので、この色の変化っていうのはですねものすごくね、アロエの栽培にとってものすごく重要なポイントで、実はものすごく簡単にね、栽培ができる方法の一つだと思っています。はい、これあくまで僕の試験なので、またね他にいろんな意見があると思うんですけども、参考にしていただけたら嬉しいです。はい、じゃあですね、今回はアロエのね何が変化したっていうところ、まずは色が変化するっていうことですね。真っ赤になります。紫色になったりもします。はい、とにかく色が緑色から変化します。でこの色が変化するっていうことですね、アロエにとってストレスがかかっている状態です。ストレスっていうのはですね株が、ダメージがあるわけではなくてですね、ある意味自分の成長をストップさせる、わざとストップさせてるっていうね意味も含まれています。なのでこのね色が変化するところをねまずアロエを栽培するにあたって、ポイントとしていただけたら嬉しいです。でこのね次に第2ポイント、色が変化することが分かると栽培が簡単になるっていうのはですね、色が変化してきたら、水やりのね、ペースを、少し変更したりとか、そういったね栽培をするにあたっての、何か目安となることになるので、まずね今回はこの色が変化するっていうことをまずね、今回覚えていただけたらすごく嬉しいですし、参考にしていただけたらすごく嬉しいです。はい、まあ、こういった感じでね、アロエってまたね他のアガベ、サボテン、ディキアとかですねエケベリア系もそうですけども、そういったね植物とまた異なるねそういった変化が起きたりとか栽培とかもねものすごく実は簡単だったりもするので、そういったね目安として皆さん今回この動画をね参考に動画として見ていただけたら嬉しいです。はい、じゃあねこれからもですね、多肉植物ですねいろいろと皆さんに紹介していきたいと思ってます。はい、またねこの動画今回良かったなと思った方はチャンネル登録、そして良かったなと思った方は高評価していただけたら嬉しいです。はい、それではまたお会いしましょう。